新型コロナの感染急拡大により、高齢者施設では再び面会の制限を検討するなど、影響が出始めています。東松島市内にある特別養護老人ホームです。感染者数が落ち着いていた先月上旬から面会の制限を緩和し、換気を徹底した室内で直接手を握って話すことができるようにしていました。 なるべく対面ということは継続していきたいとは思っていますが、ただやはり第7波の状況によっては、面会方法、面会は継続していきますが、面会の方法を例えば一時的に窓越しにするとか、そういった工夫はこれからより必要になってくるんだろうと考えています。こちららののの施設ででは85人の職員全員全がが月ままに3回目の接種を終えていますが2週間ほど前から 職員が感染したり濃厚接触者になって出勤できなくなったりするなど感染拡大の影響が出始めています4回目接種はリスクの高い高齢者や基礎疾患を持つ人が対象ですが施設長の土井さんは医療逼迫につながる重症化を防ぐためにも高齢者施設で働く人や医療従事者を対象に加えてほしいと話しています ワクチンをすり抜ける可能性がある BA.5 がこれから流行進んでいくそういった中では非常に不安な状況にありますやはりそこはある程度4回目接種の希望に応じて接種が可能になるというような状況を作っていただくということも必要なんではないかなと思っております4回目接種について政府は医療従事者や高齢者施設の職員などに拡大することを検討していて 厚生労働省は、早ければ来週にも、専門家による分科会を開き、意見を図ることにしています。